基礎講義によってまずインプットをします。インプットしなければアウトプットできないですからね。で、そこから最終的なアウトプットとしては予備試験の過去もちゃんと自分で合格点を書けるようにならなければいけません。ですが、基礎的なインプットと本試験レベルのアウトプットとの間にはギャップがあります。それが基礎的なインプットと予備試験レベルの本試験レベルのアウトプットの間を佳境するためにあるのが、基礎問題演習という短文事例問題集ですね。過去問よりも、まあ、事実関係はシンプルだし、あとひねりも効いてません。この基本的な短文事例問題集を使って、入門レベルのインプットと本試験レベルのアウトプットの間の佳境をするんです。ここが非常に重要で、なおかつ他の予備校にはなかなか見られない加藤ゼミなどの特徴です。この基礎問題集の事例問題は全部私が一から作ってます。これは教科書事例だとか判例の事案だとか、まあ、場合によってはね、予備試験の過去も少し参照するんですけれども、そういった基礎的な事例をベースにしてあえてひねりっていうものを入れないでシンプルな問題で作ってます。例えばね、最初の一発目の問題で複数の分野をまたいでいる複合問題みたいなことをやってると、基礎がない状態で応用することになるんで、いつまでたっても実力が身につかないんですね。いきなり応用レベルのことをやっても基礎がない状態なので当然応用は身につきません。でさらに言うと、大は小を兼ねるみたいに応用をやってれば自然と基礎が身につくとか、そういったわけでもないんですね。基礎すら身につかない。なので、ちゃんと入門レベルのインプットと本試験レベルのアウトプットまで佳境するために短文事例問題、比較的簡単な問題を使って問題演習をすることになります。そのために使うのがこの基礎問題演習テキストというものです。問題から答案まで全て私が一から作っております。